白菜で節約簡単ボリューム満点、こんがり豚白菜つくねを作ります。白菜を千切りして塩を振り、しんなりするまで塩もみしたら、手で握って水気をしっかりと絞り、みじん切りします。ボウルに豚ミンチ、ガラスープの素、醤油、酒、おろし生姜、片栗粉、卵を割り入れ溶きほぐし練り合わせたら、みじん切りした白菜を入れて混ぜ合わせます。フライパンに油をひいて中火で熱し、食材をスプーンですくって平らな円形に並べ、そこに焼け目がついたら返し、蓋をして弱火で3分蒸し焼きしたら、お皿に盛り付けて完成です。ジューシーな豚肉にたっぷりの白菜がかさ増しつなぎになり、安価に作れてボリューム満点の美味しいレシピです。ジューシー。より分かりやすい長尺動画は関連動画をタップ。皆さんもぜひ作ってみてください。